はですね、ファイルが出来上がったので皆さんに、ご紹介したいと思います。長い間かかったファイルが出来上がりました。ちょっと形が封筒の形で小さかったので、やっぱりこの厚みがね、これ以上厚くなってはちょっとまずいかなと思って出来上がりました。中身の紹介をしたいと思います。ここはですね、昨日お話ししましたけども、ポケット2つ作りました。それからここはですね、小春ちゃんの真似をしました。でここはこういうふうに、ポケットではなく、半分半分、こう物を入れれるようにしました。こんな感じで出来上がっております。ではですね、紹介をしたいと思います。こちらの方から紹介したいと思います。ポケットの中身にはカメラの、フレークシールが入ってます。それから次のポケットにはシールですね、フレークシールかな、シールです。ここにも2つ2種類入れました。そしてここのポケットにはここのポケットがちょっとね、小さいもので、大きな一番大きいメモが入らなかったんですよね、残念ながら。それでまあ入れるものをちょっと限られてしまいましたけども、ここにはしんちゃんとか、それからサザエさんかなんかかなのメモが入ってます。次のページでございます。ここにはですね、小春ちゃんがね、使っていたのを真似して私もやってみました。ここにはですね、気持ち悪いものが入ってます気持ち悪いですか？気持ち悪いものが入ってますよ。では全部出してみたいと思います。そうです、いちごまいまいが入ってます。いちごまいまいと、それからうんと砂糖袋が5枚かな、5枚入れました。いらないでしょうけども、いちごまいまいも入れときましたそれからですね、いつもの通り、シャカシャカですね、シェーカーを作ったのがあったので、でこれもここにシェーカー入れました。それとですね、ミニレターセットが2種類ですね。まだまだ入れたかったんですけども、蓋がね、なんだまあここにももっとね入れてもいいような気もします。今日のとこはこれで終わりです。この辺にもなんかね、もっと入れたらいいかなって、例えばですね、こんなポストカードなんかだったら入りますよね、こんな感じで。このこちらのポストカードはお裾分けです。お裾分けでいただいたものでございます。これもお裾分け2枚いただいたので1枚ここに入れてみました。でこれは私が購入したものですそれからですね、ああこういうふうに入れたらいいね、したらポケットこっちにまたなんか入れれるよね。でここにもポケットがあります。ここにはね、何を入れたか、あら、あ、小さなメモを入れました。あんまり膨らんだら困るのでね。そしてここにですね、磁石が入ってるのでちょっと入らないんです、あんまりね。ここにはマステじゃなかったシール、
8種類のシールを入れてます。それからですね、ここにはここは何が入ってるかというと、ここにはサザエさん、それからドラえもんのメモですね。でももう少し入ったような感じもしますね。もう少し入れてもいいのかなと思って、なかなかね入らないんですよね。なのでちょっとこの隙間をねもう少しなんて言うんだろう、開けたら入ったのかもしれませんね。でここに入ってたのをこっちにやったので、またここにね何か入れますね。まずこっちです。桜の付箋、付箋ですね、桜の付箋を一つ入れてます。一応このトレペに印刷したのと、この台紙とね一応模様を合わせてみたんですよね。どうですか。そしてここにこうね、ここにももっと入れてもいいのかな、どうなのかね。こんな感じでこんな風になって、ああもう少し入れてもいいですね。ここには何を入れたらいいかしら、何を入れたらさてここにね何入れたらいいんだろうね。レターセットはねちょっとあれだし、悩みます。マステ巻き巻きも入れたいですよね。マステ巻き巻きも入れたいかなと思って、マステ巻き巻き作ろうかな。どうしたらいいと思いますか。マステ巻き巻きね作ってみようかな。ですね、このメモを入れてみようかな。あ、これも入れていいんじゃないかしら。どうでしょう、私の大好きなパックなんですよ。あ、パックはこっちに入れた方がいいですね。こんな感じでパックを入れて、そしてあららあらら、ここにですねこのメモなんか入れたらいいですよね。こんなメモ、このメモほんとすごいですよね。ブロックメモこんなにたくさん、2枚ずつ入れましょうか。これかわいい、すごいかわいい。とこんな感じで、でしょう。何種類入ってるんですか。4種類 ?1234 だね。なんか疑って数えたね私今疑り深いこんな感じで、あ入るね。じゃあもう少し入れましょう。これも入れようかな。ブロック メモ、これどうやって取るんだろう。こうか。300枚もすっごい、これ100円ですよ。あの絵からねえ、もう初めて見ました中身今日初めて見ました、こんな柄とこんな柄ね。あ、柄を見ながら切っていけばいいんですよね。でしょう。そしてこんな柄ねえ、リボンついてるわ。でこんな柄、わー黄色かわいい。そしてもう一つがこんな柄ねえ、すごいかわいいですよね。ねえ、まだあるんですよ。もう少し入りますね。まだ入れましょうか。次はあら私の大好きないちごちゃんです。いちごちゃんちょっと見てみたいですね。これもまだ開けてませんね、買ったんだけどね見てないっちゅう。かわいいですね。かわいいです、すごくかわいいです。こんな感じで
いちごちゃんのメモが可愛いですね。すごい可愛いメモでしょ。あ、待ってよ、待ってください。そして2つ目がこれも可愛いメモ。いやー、どうしてこんなね可愛いんでしょう、可愛いんでしょうかこんなにいっぱい300枚も入って100円なんてありえないですよね。あー、ほらすごい可愛い。2枚ずつ入れてみます。これ3枚入っちゃったかな。いいんですでしょ。このぐらい入ったらいいかしら。もうちょっと入れようか。うーん、入るかな。余裕だ余裕だ余裕だけど、あ、これをこっちに持ってきたらいいかな。入ないのかな。あ、入った、入ないこれかな。あ、これ入る。あ、これ入った。あ、これとなんかね、バランスがあまり良くない私のやることですから。そしたらやっぱりこっちにしようかな。この方がいいですね。そしたらですね、袋に入れたいと思います。どれに入れたらいいのかなと思って、これかな。袋もね、なんかサイズなくなったので、こんな感じで1枚入るかな。入るかしら、入るかしら、入るかしら。これに入れます。あ、入ったね。こんな感じで入れて、私はこれをね、すぐですね、あのテープに、あら、今カメラ動かなかったかな。こんな感じですよ。あ、これは止め直さないとダメですね。で、ここにこんな感じでしょ。そしてここにマステ巻き巻きを入れたいと思います。巻き巻きをします。それでですね、自分のものはだいたいいつも通りなんですけども、いつも通り決まってるんですよね、巻き巻きするのは。まずはこの なんて言ったらいいんだろうね、スタバのね、こんな感じです。よいしょ。マステ巻き巻きもすごい難しいですよね。よいしょ。ちょ、ねえ、こんな感じです。よし、いいかしら。よいしょでしょ。それからこれすごい接着、こんな感じで、こんな感じでいいのかな。マステ巻き巻きって私いつもこうしてるけど、皆さんは本当お上手ですよね。よいしょ。え、あらら、よいしょ。よいしょ。これで一つできました。いつもこれ巻いて、あの、私に似合ってるかなと思ってよいしょ、よいしょ、な感じです。よいしょ、こんなんでしょう。
こんなんでしょう。よいしょ。ではここで切りまーす。よいしょ。切って。あれどこ行ったかな。あれ。いつも巻き巻きするあた。これです。これ上にしようかな。そしたら本かな。本じゃなく、あ、これ違う。なんか本かなんかあったな。本あった。これを巻きたいと思います。なんだ今の。今あのここの穴に指2本突っ込んだらね、指太くて取れなかったんですよ。おかしいね。あらよいしょ。あらよしよいしょ。あらダメだわ、2本すぐ入っちゃう指が。残念です。でもこれもかわいい。ちょ、こんな感じです。こんな感じです。これで2つ巻き巻きができました。こんなんですね。え？これやっぱりですね、なんかに包んだ方がいいですね。でないとスッと抜けないからね。2枚だけにします。ちょっとこれ以上入れたら、膨らんで、いやなんかね、どんなものに包んだらいいかな。これか、これに2枚入るかな。2枚が入ったらいいんですけどね。入った。そしてここにいやになっちゃうね。こんな感じです。そしてここに入れます。どうでしょうか。これでどうですか。さあ閉まるかどうかね。パチーンってなんかさっきより入ったもんだから、うわーうわー、これはすごいわ。うわー、やっと閉まりました。そしてここにですね、こんな風に包んで、そしてですね、私今までやったことないんですけど、こうやって包んで、ここにリボンでもしたら誰かにプレゼントしたら喜ばれるかなと思って、ですね、今日はまたマステ巻き巻きですごい時間がかかったので、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではですね、最後までお付き合いありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。